300人の高校生の中から世界一のエゴイストストライカーを作り出すブルーロックプロジェクト。脱落した者は一生日本代表になる権利を失う極限のサバイバル。無名の高校生フォワード潔世一は数多くのライバルたちと戦い、蹴落とし合い、自らのエゴを覚醒させていく。ブルーロックで俺はもっと強くなる。来たぞチーム X。 覚えとけ下手くそども、ピッチの上じゃ俺がキングだ。ライバー潔、ゴール前でビビる奴にストライカーの資格はねえぞ。才能ねえよお前。俺はストライカー失格なのか。君って僕と同じ目を持ってる。でも僕には勝てない。ゲームを支配するのは僕です。誰か止めろ。ここで点を取られたら負ける。嫌だ。ここが一番ゴールの匂いがする。聞こえるでしょ、怪物の声。決めろエゴイスト潔世一。俺はストライカーだ。気持ちいい。行くぜ鬼。来るぞチギリ、俺たちで止める。これで最後でもいい。行くぞ右足。行けチギリ。もう一度、俺はサッカーがしたい。これがちぎり兵馬だ。俺の人生は退屈に満ちていた。サッカーと凪誠志郎に出会うまでは。頑張んなきゃ勝てないなんて弱いやつってめんどくさいね。うるせえよ天才。自分の限界を超えたプレーだけがゴールになる。負けるってこんな気持ちなんだね。悔しいよ。俺たちは生き残ったんだ。楽園は近いぞ、待ちかましてて。本番はここからだ。さっさと勝って俺は次へ行く。俺のエゴが言ってる。こいつと戦いたい。俺はこいつとサッカーがしたい。絶対勝つ。俺にとっちゃ踏み台なんだよ。お前らもこのブルーロックもやろうぜ。全員ぶっ潰してやる。ブルーロック二次セレクション編、1月7日土曜テレビ朝日系全国ネット沼アニメーション枠にて放送開始。